はい、サブトラです。阪神タイガース正捕手上野龍太郎選手がね、見事、倍増のね推定年俸5000万円から1億円、これはねみんなが1億円あげたってくれってね、生配信ライブでもね言ってましたけど、いやー、うん、よかった、めちゃよかった。なんつってもね、あのブロッキングっていうかな、あの商売を止めるね、うん、後ろに反らさへん姿ね、ほんまうまい、めちゃくちゃうまいし、うん、なんつってもね、足の指ね折れてるにもかかわらず試合に出続けてね、活躍する姿も感動したし、その中でサイクルヒット打つ姿も感動したし、うん、惜しくもね2桁ホームランには届かんかったけど、いやバッティングもねルーキー時代のような思いっきりのいいバッティングが戻ってきてね、いやもうますますね上野選手が楽しみやなって思うようなプレイヤーになってくれてね、うん、いやほんとね来年以降も、活躍期待します。いやもう納得の1億円、もうちょっと上げてもいいかなと思うぐらい、出来高とかつけてあげてもいいかなと思うぐらい、素晴らしかったです。いやもうちょっと上げてもいいんちゃうかな、うん、いやほんまね、で西投手ね、来年西投手は梅野選手ね、来年の開幕戦にね、西選手を指名したってことでね、うん、いやほんま、うん、いいコンビやな、2人似てるし、うん、ええコンビ、ええコンビですね、うん、来年もね、2人で阪神を引っ張っていってほしいなっていうふうに思います。そんな感じでね、以上でサブチャンネルの動画は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。